これ、このまま防振とかできんのかね。何バカなこと考えてるのは、よっしゃ、ごめん。この話聞けよ、アホンダラ。あれ、でも確か ATC ってまだ有効で生きてた気がするんですが。逆にそうじゃないと困るわ。さてさて皆様どうもお久しぶりのアスカラ。とりあえずお前は視聴者のみならず BA ワークス関係者全員に謝ってこいや。久々ですね、この感じ。ってことでおふざけはさておき、また2年近く期間が空いてしまって、マジで申し訳ございません。土下座。このシリーズが決めに2年に1回しか出ねえんじゃねえか。それだとさすがにまずいんで、こうやってなんとか食いつないでるわけじゃないか。マリサくん、思い出したけどなんかお前そういうキャラだったな。すっかり忘れてたわ。久々ですね、この感じ。なんでこれからカラスマ戦残りのセクションドライブしていくわけなんですが、そもそも皆さん覚えてますか？私たちのこと、待ち望んでいたか完全に忘れていたかの二択だな。まあ、おのおのの紹介は過去動画参照してもらうとして、そこ投げやりになるんかい。てかお前その前にオープニング動画どうしたよ？もちろん忘れてませんとも。今回はこんな感じに頭少し遠くしてから OP 入れるスタイルにしてみました。いかがでしょう？考えたからって新しいこと始めようとすんな。久々ですね、この感じ。あとなぜかヨウム壊れて同じことしか喋ってないんだが。じゃあちょうどよく始まったんで、オープニングの間に叩いて直しておきますね。あれ、なんかここ数秒の記憶がないような。おはようございます。もう本番始まってますがな。バカす。では改めまして2年ぶりでございまして皆様。ラスト2年ぶりとか言ってるが、その投稿感覚がおかしいということに気づこうかバカ主。なんで、2年も空いちゃうんですかね。その間に駅名系の合作参加開催しかしてないからでしょ。ここ最近のコミュニティも全部そっち方面のメンツとしか会話演歌してないしな。ってことでしばらく唯実の方から離れてたことは、全力でもう床を突き抜けるくらいに土下座して謝ります。床を突き抜けた先にはマンタル、こんなところでボケなくていいんだよ、視聴者そう失うだろ。そんなんでまた例によって2年も空いてしまいましたと。これに関してはすいませんでしたとしか言いようがないな、これ。で、この2年もの間に主さん周辺に色々な変化があったようでして。なのでこの後編ではその報告というかお知らせとかも含めながらやっていこうかというところですよ。はい。ていうかそもそも前回どこまで走ったか画面の前の方々は覚えているんだろうか。ってことで再開1は前回超窮屈に7人で走ってきた市場からですね。そういえばなんかいろんな人乗ってましたね。あ、R 組の連中だったっけか。そいつらは今年で東吉ホームドア表示東吉会津吉新興市場2年ぶりに停発。ここで降りて次は阪急京都本線の一部区間を乗務する手はずになっているわ。学科の狐実況者じゃねえけど、説明するか勘誤するかどっちかにしろよ。あと誰も突っ込んでないんですけど、2年ぶりに停発ってどこの免許維持路線ですか。なので次に DVE が上がるとすれば R 組が先に出そうだけどね。あと忘れ去られてるかもしれんが、あいつの生ボイスによる罰ゲームドライブだって残ってるんだよな。そういえばそんなこともありましたね。意外にもこの京都周辺の DVE 路線って結構あって、割と質も良い路線だからどこ走ってもいいのよね。ただ今までというか3回目以降は全部近隣地区で路線やってるけど、別に繋がりのある路線だから標準機の地下鉄とか20メートル96ドアとかの路線でもいいわけだ。おかげでこの3回分連続関西地区なので、そろそろ関東方面にも行きたいところよね。ただし接続路線で繋げた方が個人的にはストーリー性あっていいとは思うのだけれど、今までにこの DVE の実況でストーリー性なんて指化されたものがあっただろうか。そうそう、あの主的には1回でいいからそういうストーリー性のある動画っていうのも作りたいらしいわよ。それ系の動画結構いろんな人がやってるから、このチャンネルでやる意味はどこから。そこに関してはあのバカ主に考えがあるらしくてな。とあるお偉い方にコラボ打診を検討してるんだとさ。ストーリー性のある動画を作る人、 DVE でお偉いさん、誰だかなんとなく察したわ。思えばこのチャンネルの登録者とか DVE の動画の伸びが良くなったもの、あの方がご自身のチャンネルで私たちをご紹介していただいたのがきっかけですね。前回の動画でそのことについて感謝を述べようとしたけど、あの7人で実況したら見事にネタ路線に走ってしまったためにお伝えすることができてませんでした。ゆるあみの館チャンネルの管理人ゆるあみ様、本当にありがとうございます。マジでこれに関しては感謝しかねえな。この動画公開次第 DM 伺いますので、何卒いきなりと釣りに行くのかよ、迷惑でしかねえだろ。最近動画も上げてなければ Twitter でお見かけすることも結構少ないですからね。そのあたりあんまり悪い方向に考えたくないので、とじめとよし会津よし五条停発進行だからといって観光に逃げるな。そういえば言い忘れてましたけど、市場からの運転士は私霊夢ちゃん担当ですよ。一人走って今報告、狂気の DVE 実況。もう懺悔の動画のタイトルみたいに言うな。他社の名前出てきて思い出したけど、今回ゲスト枠ないの。なんか本来は一人二人入れるつもりだったらしいんだけど、近況報告でトーク繋がりそうだっていうのと市場で寄せ損ねたから、今回は久々にうちら3人だけらしいぞ。主的にかわいそうなゲスト枠さん、誰が来るか知らされてないのにかわいそうなんていう感情持たないでしょ。あとコウマ組の連中もどっかで出さねえとだな。そこら辺についても少しネタバレになっちゃうけど、どういう予定かは伝えておかなくちゃね。一応あいつが考えていたのは、コウマ組はレース系のゲームの担当にしたかったらしいのよね。なるほどな。ここのチャンネルらしからぬ別のジャンルを展開しようとしてたわけだ。それでもって前にコラボしたセイラン氏のところにぶん投げたグランツーリスモの実況でもしようかと思ったのだけれど、あれのハードはお気づきの通り皆さん大好き PS4 なわけでございまして、あれが実家というか親父持ちなので、今現在手元にないわけですよ。逆にあいつ持ちのハードなんなんだよ。それがなんと現役の PS2 だそうで。2世代前じゃねえかよ、とっととキャプチャーボード返し。それでもって先日その親父殿から衝撃の発言ありまして、PS5 当選したら PS4 くれてやると。なんだその超優遇なお下がりシステムは。なんで手元に来ないとグラン
覧数の動画が出せないわけでございますよ。ならぬしさん本人が買えばいいだけなのでは。あと青蘭市に投げたデータの余りとかあるんじゃねえの。実はあの後少しゲーム進めたみたいで、車種増やしたり性能アップとかいろいろやったもんだから当時とは全く違う走りにできちゃうらしいのよね。なんでしばらくグランツーはほぼ不可能。代わりに PS2 の動画とか作ろうとか思ったけど、キャプチャーボードはなし、画力はあるのに設備投資が最悪すぐると思ったんですが、実はこの編集している間に親父殿から次のような連絡が来まして、何このごく強な文面は。ごく強も何もそこに書いてある通り、親父との PS5 の購入に成功してました。内力どうなってんすかご家庭。その結果当然のごとく PS4 が主宅に輸送されまして、グランツーその他いろいろプレイできます。また動画の遅延要素が増える羽目に、まあ PS4 やる前にいろいろ終わらせなきゃいけないものはあるけどね。とりあえずこの動画完結させること優先させるべきでは。とまりちゃんがそういうんで終わらそうとしましたが、カラスマ線全車各駅停車のみでした。そういうことを言ってるんじゃねえんだよ。一回外見ろ、もう京都ついてるじゃねえか。ほんとだ、お知らせしながら走ってるんで、いつの間にか京都ついてましたね。ちゃっかり制限開始してて笑うんですが、ここからあと4駅ちょいだけど、一応マリサやっとく。それでもいいけどよ。その魂胆は私に罰ゲーム発動させたいだけなんだろ。でもさっきの私みたいに事前に予測して速度落としくらいならできるでしょ。なんとなく場内表示が出てきたら注意はしとくけどよ。霊夢さんが速度制限に引っかからなかったおかげか、霊夢さんへの罰ゲームが明かされないままでしたね。私だってやられたくないし知りたくもないんだけれど、でもそう、すなわち引っかからなければいいのよ。その他にも常用最大仕様と停止位置修正でも発動した記憶が、あんまりビビりすぎて60キロとかで走り続けないでよね。確実に遅れるから。そう、無事に終わったからって煽りやがって。閉じ目灯よし、ホームドア表示灯よし、ライブよし、京都停発進行、まあしゃあねえな。とにかくダイヤ通りにドライブするのが先決か。腹くくっていきますようだ。その割に気だるそうなのはなんで。だってあんだけ煽られちゃ真面目にドライブする気にもなれんだろ。寝かした男のドライブデータ前回の続きで読み込み直してない、全く同じデータなんですよね。パソコン買い替えたのによくこのデータ残ってたわね。そういえばあいつこの2年の間に PC 一新してたな。かえっても買い替えたのこの動画編集してる4ヶ月ちょい前くらいなんですよね。割とキンキンでくさ。その新 PC の開封動画を撮ったらしいんだが、おそらくこれが世に出る頃にはまだ完成してないと思うんだ。あっちの方が動画データ的に重いんですよね。で、新 PC 君に変えたことで何か変化あったの。一つは CPU が少しだけ高性能になりました。160HD で編集したり少しエフェクトかけると重くなるんですけどね。もう一つはグラボがつきました。これでゲーム動作は快適ね。でも編集するとなると重くなるんですよね。さらに Windows のバージョンが 8.1 から11にアップしました。おかげでこの編集は YMM3 から YMM4 に変えることができました。この編集でいかなく、あとおまけで本体のフロントが光り始めました。まあゲーミング PC だしその辺はデフォルトじゃない。ただし Win11 になった弊害として、A 列車がプレイできなくなりました。弊害の方がデカすぎる件について、ここに関しては原因究明急ぎたいところです。マジでだからこの動画は Windows 11および YMM4 に切り替えてから初の編集をした、実質お試し版みたいなところはあります。まだベータ版とはいえかなりの機能が追加されていて、編集的には結構楽になったそうですよ。これで投稿頻度上がるわけないか。お、見てくれ、ザナツ&0センチ停車。全然気にしちゃいなかったけど、あんた何気にノーミスで走ってるのよね。ここは九条駅、乗り入れ先の近鉄線大和西大寺から行ける3つの九条駅のうちの1つですね。カラスマ線の九条と近鉄橿原線の九条と、さらに乗り入れ先の阪神と中央線の九条。初音ミクはいないのか。大神九条ネギは京都さんで有名ですが、初音ミクが持ってるのは深谷ネギらしいですよ。そういえばアイスイン11にしたことでボーカロイドを投入したとかなんとか。ボカロ作品初投稿はミクの日に全然気づかずに前倒しで投稿したあの西鉄の動画らしいぞ。どうせならミクの日に出せばよかったのに。しかもあの動画十数回書き出し直してるらしいですよ。やっぱり編集が楽。あの動画の音声作り始めたのがボカロ導入前だから歌うの音源のデータらしいんだが、もたもた編集しているうちに新 PC に切り替えてボカロ導入したもんで、初音ミクのボーカルになったんだと。千里ちゃんが不運すぐる件について。で、そのボツ音源とかオートマットように収録した音声とかをただ垂れ流すだけの新チャンネルが出来上がってたんだが、気づく人いたんか。そういえばなんかしれっと出来上がってましたね。宮城の音どころねえ、まあ作業用 BGM として使う分にはいいんじゃないかしら。当人もそれ目的で作ったみたいだから、聞きたい時に来てくれればいいそうだ。あと収録放送のデータは自由に使ってもらって構わないそうなんで、オートマット作る方々には重宝するんじゃないんですかね。そこんところもよろしくって感じかしらね。音どころはただの備忘録扱いみたいなところあるし、そこまで本気にしなくていいな。しかもこの動画出てる時点でまだ1本しか上がってないことに誰か突っ込まないんですかね。そんな広さ4畳半みたいなチャンネルに誰も来ねえだろ。じゃあ10畳くらいの広さあればいいんですかってことで10畳に到着ですね。はっはっは。何やろ天然貴様。10畳といえば最強線ですが、別に10畳で最強線の固定概念ではないだろ。ってことは次の回最強線の可能性がビレゾン。最強線のデータあるらしいんですけど、バグって正常に読み込めないから動画にしづらいそうですよ。メタオス。まあ次の回とはいえど、あいつの罰ゲーム回だから面白くともなんともないわよね。2年越しの罰ゲーム執行か、遅すぎである。今まで数回ライブやってるし、なんなら他社のチャンネルで普通にボイス晒してるから、本当に何の面白みもないわよ。私たち動画に出ない間になんか他のところに出現してましたね、あの人。一個なんだっけ、ラジオ企画だっけ、なんか他の動画投稿者というか駅名作者で集まってラジオ的な何かをやったのがあるらしいわよ。他のまさかの初回に登場してるって。動画リンクは貼っておくからそこから飛んでくれ。で、もう一個がなんかやべえ動画に出てるとかなんとか。あ、この GTA でふざけまくった動画ですか。あいついつの間に GTA なんて買ってたんだ。これもセールで GTA の動画をメインで実況する気はさらさらないらしいんだけど、ああやって複数人集まってただ
遊ぶだけの動画には出演してるみたいね。なんならバカ主の編集担当があるとかないとか聞いてるぞ。それ以前にやりたいゲームが多すぎるんですよね。それならこの動画みたいに短い切り抜き集みたいなの作って 1,2 回で終わらした方が見やすくていいとは思うんだけどね。逆にこの DVE 系の動画が長すぎなのでは。そこいらはなんか主的に変なこだわりがあるみたいで、このゲームっていわゆる個人制作の同人ゲームみたいな部分で出来上がってるでしょ。その人の並々ならぬ努力を隅々まで見せたいから極力カットはしたくないそうよ。あとあまり BGM も入れたくないらしいのよね。まあ私的には小さい音量なら入れてもいいとは思うんだけどね。その辺についてもなんか意見あればコメントとかツイッターで言ってくれればありがたいかな。自分らしさを残しつつ視聴者さんといい動画にしていきたいらしいので、ぜひよろしくお願いします。ちなみに投稿頻度上げろって言っても多分つかないから無理よ。あんだけ催促してたのにガン無視寝込んでたもんな。この動画が無事に投稿されたら前後編がストックギリックし、そろそろ別の企画の動画でそうね。確か遠征の動画とかも残ってましたよね。コラボで大阪行ったやつと、なんか知らんが名古屋旅したやつと、群馬行ったのと東京巡りと、こんなに溜まってるの。アホみたいに多いじゃないですか。あとドイツ残ってたわね。あれも撮影したの2018年だぞ。もう動画にしなくてもいいんじゃ。さらに別の企画として登録者5000人突破記念の旅動画と、都道府県の東西南北橋の駅を巡る旅もあるんだけど、あれに関してはいろんなことから誕生した主の女体化キャラ、ミトナちゃんが出そうとか出なそうとかで担当メンバーが吟味中なのよ。いかにも主さんの好きが凝縮されているビジュアルですね。動画のネタとしては完成してるので、メンバーさえ決めてしまえばこっちのもんね。あとはタツキの姉組はどうすんのさ。あいつら列車の単発とかで終わりそうな気がする。それ特に考えてない系のやつじゃないですか。やだ。あと乗車機というか旅動画がいくつか番外編的なのがあるけど、それも編集次第って感じね。その辺私らじゃどうしようもないから主に頑張ってもらうとして、今までの流れ的にあんまし期待しない方が良さそうだけどね。こんだけやることあるけど確実に消費していきたいので皆さんしばらくお待ちを。このセリフ何度聞いたことか。さてここで秘宝です。車出し発車前にあと一息分残してトークの話題がなくなりました。ガンドに悪すぎるだろ。なんとかしてよレイムエモン。これ最悪すぎるでしょ。あれだけトークしてきてもあと一息しかないんですか。今回に至ってはトークというかお知らせ報告が大半だったしな。だからといっちゃなんだけど、前回に比べたらクソつまらない動画に仕上がってるわね。登場人数も半減してますし、まあ今回は下ネタ要因がいなかったしな。 R 組のやつらを下ネタ要因っていうのやめて差し上げなさい。とりあえずなんか適当に言っといた方がいいんですかこれ。そんなことしてまでイメージ落とさなくていいから。ついに実出さなかったこの2年間で話のネタとトーク力すら失われたか。合唱何歌ってんだよお前。主さん当人的には2年なんてあっという間なんでしょうけど、視聴者さんからしたら相当な長さだということが分かってないんですかね。高田が30分の路線に2年もかかる方がおかしいと思うけどね。あいつに常識は通用しない。以上 QED。 こんなんで証明終了するなし。そんなこと言ってたらやっと2年越しの地上に出ることができたわね。しばらく日光当たってなかったですから溶けそうですね。どこぞの吸血鬼みたいになってんぞ。さてさてようやくこれでカラスマ戦編も完結するわけですが、マジで長かった。本当に長かったぞ。なんか疲れ果ててる方がここに1名。なんやかんやマリサもよく ATC に引っかからずにここまで来れたわね。途中からもう気にしなくなったというか、なんというか遠くに集中してて無駄の境地に達してますねこれ。リアル世界だったらこんなことしてたらぶっ飛ばされるじゃ済まされないんでしょうけどね。ちなみにこれ引き上げ線あるか。逆に今までの流れでないとでも思ったわけ。なんでだろう。何回ラッとくるんだが、まあさすがにこれ以上現実下がることないだろうし、安全に止めれば問題ないだろう。まさかのラストのラストで、ちょっと大丈夫なのマリサ。とりあえずは平気だ。それよりもちゃんと範囲内で止めないと。あ、その流れは天人様の身の前になりかねないですね。とは言っても25キロ制限以下だし、下手なミスさえしなければ安定して止まれはするわね。でも普通にビビるから確実な制度をかけてくぜ。さすがにそこから常用最大に入れるような真似は天人様ぐらいですよ。どんだけ無なのよあいつ。これなら大丈夫かって。あんたどんなお仕置き受けたのよ。それが急に首触られた感覚がしてだな。まさかのそこで下ネタ発動。危うく行きかけたぜ。全年齢対象のこの動画で変なこと言わなくていいのよ。ところが子供向けではない。これ心理。まあでも冷静に考えたらこんな動画なんてぶっちゃけ若年層が大半よね。うちらの動画見て唯日始めましたとか駅名動画始めましたっていう人が結構いるらしくてな。それは素直に嬉しいんだけど、こんなやつの動画のどこが参考になるのかしら。確かにきっかけになる要素ゼロすぎますね。まあ今回も例に漏れず極力トークつなげるいつも通りの流れにはしたつもりなんだけどな。編集久々すぎてネタも減ったくれもない、ただのお知らせ動画になり下がってはいるけどね。やっぱり継続的な編集は大事なんやなって。まあこのシリーズに継続なんて言葉は存在しないんですがね。はっはっは。何やろ天然貴様。とはいえどこの投稿期間が示す通り、これからは複数のシリーズが並行して出てくることになるんだけどね。 BVE の次の回は前述の通り R 組と罰ゲーム回だけど、他にはとりあえずあんたは入れ替え運転しやがれください。急に実況みてえなこと言い出すなよお前。この動画実況ってこと忘れてない。タイトル見なさいよあんた。過去の言動見返してこいよ。この動画で実況要素 10% も言ってねえぞ。そうなったのは編集者が悪いのでクレームはそちらまで。よし分かった、常務もすぐに言ってやる。それで満足しちゃうんですか。まず最初に出るのは撮影時に同行者がいるやつからね。これに該当するのは橋駅巡り、大阪コラボ遠征、群馬番外編、東京迎撃作戦くらいだな。次に主宅で複数の動画制作者が集まってただただカードゲームしたっていうシリーズ、ゲームやセンターなるものが出そうかしらね。すでに複数本分の収録を終えているので、こちらは編集完了次第投稿するという流れになりますね。それが終わってから個人制作のもの、言うなれば A 列車とかドイツ旅行機とか DVE になってくるわね。ともかく言えるのは2022年に出る動画は割とコラボ系ばっかりってことだな。あんまりでかい声じゃ言えないけど、この後編出るまでに引っ越ししてるし。舞台どうしたんですか今度は。どちらに。その辺はこれから出てくる動画でわかるってことだな。だから動画のスタート地
点が藤沢だったり新天地だったりするけど、そこはここまで放置した主に非があるからね。相も変わらず投稿までに期間要すると思いますが、それなりのクオリティで作ってますので何卒ご理解いただければと思います。ち、最後の制限には引っかからなかったか。何のための15キロ減時なんすかねえと思ってたから予測は立てれたわ。他お前制限1知ってたのかよ、立ち悪いな。おい、じゃあ無事に入れ替え終了したんでこの動画も終わりますかね。だいぶお久しぶりのこの動画、そして最後までご視聴いただきましてありがとうございました。なあレイムさん、やーと下のマリちゃん、これこのまま防身とかできんのかね。何バカなこと考えてるの。はよっしゃ、突っ込め。この話聞けよアホンダラ。あれでも確か ATC ってまだ有効で生きてた気がするんですが。逆にそうじゃないと困るわ。ほらやっぱりな。まったく何してんだか。いや2回も引き上げやったらちょっとは気になるじゃん。そういうのは収録外でやりなさいよ。ちょっと待って、止まってるのになんでちくじまだ感覚が。あ、0キロ減時って ATC の常用最大ブレーキが働いてるから必然的に罰ゲームが継続してるってことですか。しかも交代すらできねえじゃん。やば、待って、1かける。もういいや、放っておきましょう。まあ今回ばかりは自己責任ですし。それでは改めて、ご視聴ありがとうございました。